簿記の2級の勉強をしているとき、分かりにくい勘定科目とかを単語帳に書きながらやっています。このやり方はやはり効率が悪いでしょうか？めちゃめちゃ悪いと思います。勘定科目って覚えるもんじゃないと思うんですよね。なんか慣れの問題だったりすると思うんで、単語帳で覚えるってそれが目的じゃないので、やめた方がいいと思いますね。英単語とは違うので、それだと計算問題解いて、減価償却費なのか、有価証券なのか、そういうのを覚えていった方が早いと思いますね。有価証券っていうのをどうやって単語帳で覚えるのかちょっと分かんないですけど、かなり効率悪いと思います。簿記3級から簿記2級への難易度はどのぐらいですか？人それぞれ の感じ方があるんで一概には言えないんですけど、簿記3級だったら100時間で大体受かるんですよ。100時間、すなわち本当に極端な話ですけど、1日10時間勉強すれば1週間というか10日で本試験レベルには持っていけるぐらいの分量です。で、簿記2級って試験の難易度とかも難化してるとかって、タイミングにもよるんですけど、大体300時間とか500時間かかると思うんですよね。なのでそれだけで言っちゃうと倍で言うと3倍とか5倍になりますかね。勉強量だけで言うと5倍ぐらいやらなきゃ受からないのかなと、3倍ですね、3倍から5倍やらなきゃ受からないのかなと思って取り組んでもらえたらいいと思います。で、ちなみに簿記1級がさらに倍ですね、1000時間弱とかって言われてたりするんで、そんな感じの試験だと思ってみてください。高2で会計士目指してます。この前の、簿記2級あと2点で落ちてしまいショックで数日勉強できてないです。かつ入れていただきたいです。数日勉強できてないのはいいんじゃないですかっていうのと、気持ちきっちり入れ替えられるように、なんか1日とか決めて全力で遊んだ方がいいかもしれないですね。はい、で切り替えて頑張ってください。